お疲れ様スラッツです。今日はですねこちら京介ゴブジェイやっていきます。さあなんとゴブジェイがね帰ってきました。ついにね、はい、一時期ゴブジェイしかいなかった時代もありましたが、まあ、そっからね一回下放食らって、なんだっけなんかが下放されて、なんだっけな、マジでド忘れしちゃったんですけど、そう、それでまあちょっと減ったんですよね。まあその他のね進化が登場とか、まあ環境の変化でもあるんですけど、ちょっと減ってたんですけども、さあゴブジェイが帰ってきたというわけでやっていきましょうか。キョスケゴブジェイね、はい、まあ暇ザップとかでね、まあ手札回しですね。はい、まあそしてタワーはねもうダガーガルです。なんか大会もね最近行われてたんですけど、もうみんなダガーガール、ダガーガール、ダガーガールでした。はい、結局なんかダガーが杖っぽいね。え、これ円満したい。オッケー。ちょっといい。ザップがあるよ、一応。いらんか。いや、一応打っとくと、キョスケってどんぐらい入るんだろう。インドラにも当たる。いや、だいぶいい。コストを使いすぎているんで、ここでちょっとステイして、サイクライトニングボーイあります。いや、これ熱い。ダガーガールプラスの、さ、ライトで、耐えます。いやマジ懐かしいゴブジャイ、まあ、まだゴブジャイ出してないんですけど、結局強いんだよねこいつね。最近なんで減ったんだろうね、なんでだろう。難しい難しいが減ってはいた。まあジャイが強いから、まあゴブジャイじゃなくてもいいみたいな、ゴブジャイじゃなくてジャイでいいみたいな感じではあったよな。さあラバー、まあラバル、まあこれラバーでバルーン今ないサイクルなんで、そこはちょっと美味しいね。なんか行っちゃってもいいんじゃない、どうなんだろう、よくないんかな。でもキョスケの爆破でさ一回リセット入りそう。え、ちょっと熱い。いやーこのねいるかわからんが、一応気持ち程度のザップで、これはここの残り物のガゴが、残り物がどんぐらい頑張れるかにはよるが、いやーこれライトニング耐えれねえか。いやーザップ打たれるかもね、一発、まあ一発ならさいいでしょう。で問題は俺あの1200落とさなきゃいけないんで、一時交換狙います。はい、ここでもうキョスケゴブジャイガゴ進化ボンバーボーラーまでちょっといっちゃってもいいんじゃないかっていう。ザップがちょっと強えな。あーでライトニングまで打っちゃって、削りたいね。さあ背中頑張れ、ゴブジャイの背中頑張る。で頑張ればてか左が落ちないんじゃね。さあ左がまさかの耐えてる事件。いや落ちるか、やべ、さすがに落ちる。だがしかし、だがしかし、このカウンターちょっといい。で、陸がゴブリンと、ない、キョスケが、さあ、届きちゃいます。キョスケがね、もう絶望です、これはね。いや、キョスケ、てか、ザップいいな。なんか、ゴブシャイ系ね、やなめばっかりだった気がするんすよね、採用がね。だから、ザップでインドラ、リセットがあるのがねでかすぎる。さあブラスターちょっと珍しいか、珍しくもないのかな。なんか本当にダガーガールまみれなんですよね今は。ブラスターね。さあボンビーで、まあボーラーとねボンバーいるんで、ドリルだったらちょっと勝ちたいよね。さあヤナアメ、ヤナアメボンバーか。いやマジで似たようなデッキもあるし、またねラバの可能性もある。さあこのガゴってチラッと入るっけ、一発ぐらい入りそうだな。うい、2発おいしい。まあ雑にキョスケ出しちゃってもいいけどな。出しちゃってもいいか。いやヤナアメボンバー、うお、え珍しい、エレジャイですよ。最近ねそのやっぱダガーに対して強いエレジャイだとか、まあ強いのか分かんないけど、まあ、それこそキョスケとかアイスゴーレムとか、まあ、なんか体力多いやつにね
弱いんでね、まあ、ザップ中かった。こうなんか今までちょっといなかったやつらが増えてるイメージはある。いやー、うわー、すんごいすんごい来るが、さすがに飛んでくれる。え、これさ結構熱くない？カウント、トリトンいないし、リトプリもいない。まあ一応ファイボーは、まあこれは仕方ない。いやけどよ、これ結構入るよ。しかもブラスターだから、はみ出るやりゴムも強い。今なんでザップ打ってもう一発ネジ伏せて、いい、いいね。さあ、キョスケでだいぶダメージをというかコストを使わせてのゴブジャイ刺しね。いやー、まあ嫌なのが、相手のあのエレジアイの後ろからの、まあ、進化ボンバー、まあ、ネクストは普通のボンバーなんで、そんな驚異的ではないが、まあ、リトプリ出しちゃうか。あー、まあ、それ、なんか、めんどいな。めんどい戦い方だな、なんか。めんどいが勝つな。あれ、うっ、うっ、にゃ、気をつけ強い。いや、からの、これさっき言った、ボンバーで射抜きにくいか。取るね。いやー、さすがにね。耐えれる。いや、これタワーがね、寝てるんでね。いや、トリトンで引っ張ってくれるのは全然良くて。良くてではあるんですが。いや、怖ー、これ。攻めたいが、あんまりいけないよな。もう一回守れるな、俺。冷静さ。と見せかけて、ゴブジャイからの、ライトニングまであるが。え、めっちゃいいザップしてる。え、やばい、来た。しかもトレン使ってゴブジャイの背中が入る。いや、ザップちょっと強いか。まあ今ノーマルザップですら良かったからね。オッケー。さあ、引きますか。未だにウルトラまだ俺出たことありません。スーパーレアが1回しかない。そろそろ来てもいいんじゃないかい。叫んな。本当に出るんこれ。マジで出るん、ウルトラレアって。出たことないからな。なんか調整入ってないのかもしんないな。1%だから、まあ仕方ない感もあるが、それにしても周りのな出てる報告を聞くと、いやー、いた、悲しいものもある。さあ、これキョスケが強いんですよと。いやー、これリトプリがちょっと良かったりしないかい。あー、ポイズンね。これね、マジでそう、キョスケで相手のダガーガールを疲れさせてて、こうすることによってさ、攻撃できないというか何もするユニットがいないんですよ。で、さあ、これで、まあ、端前ユニット追加でコストがない、ザップでしばく、おい、もうこれで終わるんですよね。で、キョスケちょっと強い、ダガーガールメタ、苦しい苦しい苦しい、落ちるんじゃない？ガゴ？いや、残るもんね。え、マジで。ダガー引けば強いわ。キョスケ。キョスケ？まあ、キョスケじゃなくてもいいが、まあ、アイスゴーレムとかね、タンク系。めちゃんこ強いぞ。こんなって簡単にタワー落ちちゃダメーすからね、普通。本当に。今までだったら、まあ、落ちないけど。ダガーガールだから落ちてるだけなんだよな。え、美味しすぎるな。1倍タイムに結構やっちゃっていいのか。さあ、リトプリの高回転ドリル。まあ、ボンバーも、一応何でもあるっちゃ何でもある。まあ、左警戒暇で流しての、最悪ライトニング打っちゃってもいいが、まあまあまあ。さあ、キョスケがあります。横は大丈夫でしょう。まあ、からの、相手ボンバーいたっけ？いたっけな？いねえらしいな。さあ、リセットして。え、これボンバーいなかったらさ、相手のドリル弱くね？どうやって削るんこれ。え？
このゴブリンドリルってさ、最近このボンバーがただ強いから強いだけだと思ってるんですけど、そんなことねえのかな。はい、削ります。私は削りたい。うわー、いいテスラすぎる。しかもさ、リトプリのこれですら強いよと。え、相手さはマジでいないの、すごいな。いないとどう考えても弱く思えちゃうが、さあ暇ザップでもして、ういで、ボンバーもありますよと。いや強いなゴブジャイ。あとあれっすね、楽っすね食えばいいから。キョスケゴブジャイ組んどきゃ勝手にね。それこそダガーだと特に止まんないからいいな。流行りのドリルに対して強いっすね。まあゴブリンドリルも本当に今飛ばすだけマジで誰にでもおすすめできる。うん、結構簡単なデッキだからね、ゴブリンドリル。やっぱちょっと前まではね、なんかおすすめなデッキは何ですかとかあったら、やっぱホグとか、まあ、枯渇デッキとかね、そういうの結構おすすめしていた自分もいましたけど、もう今のガンギはゴブリンドリル使っといてくださいよってなっちゃうもんね、強すぎて。さあ、まあこれライドラが来るなら冷静にね、逆でいいでしょう。まあ、左の方が良かったかもね、形組まれてみたいな。ああ、ライトニングがない、しょっぱい。まあ、でもこれライトラス咲いてる、まあ、ゴレか、ダークネクロゴレっすね。ここからゴブジャイからの、まあ、ガゴでも何でも終わりです。よし、トルネが1あるか。ザップとかなかったら幸せだなーっていう。ゆいで、しかもダガーガールだから攻撃できなくて、さあ1本。まあ負け筋はなんだろうな、難しいね。まあいかにして守るかか。ライドラに即ライト打ちたいな。なので基本的に6コスを残す立ち回りして、相手のあれが嫌だな。何あれって何、ハエか。うわー、これがね嫌だ。そう、このコウモリで落ちんのだけマジで避けたいが、落ちそう。しかもちょっと入りすぎと思いきや、いや、これでこうなんのマジ納得いかねえよな。普通のタワーでよかったもんな。そういうこと普通のタワーなんか強い説ないのかな。なんかみんなさ、ダガーガール使ってるやん。なんでなんだろう。なんか、ダガーじゃない方が強くない？そんなことないのかな。ダガーなんかな。やばい、やだ、危ねえ、入ってない、耐えた、あるぞ、これは。マジである。マジであると信じてます、私は。まだうわー、もう一発入っとけばか。いや、これゴーレム守れないんで行くしかない俺。ライト圏内じゃね、やばい。自分で出したんですけど自分で出したけども入らないと思うやん普通は。
あれを踊りにしてゴブジェを誘うみたいな考えになるやん。入っちゃうんですわね。うわ結構悩んだな、いろいろと。コウモリ処理とかさ、すんのかどうとか考えたけど。いやー、仕方ねえか。一番いい立ち回りだって気がするけどな。さあ、ペッカだ。ペッカだ。欲しいな。何か一つあれば、何か一つどうにか変わってればね、止まってたか。さあ、ペッカ工場ね。これ、リトプリもあるし、逆彩、ボーリーがいます。あー、それ強いね。やなめなの。そして、いや、だが強っ！うっ！しかもこれさ、キョスケにペッカを使わしてからのこのゴブジェイがやばすぎる。気がした。で、ここに対して来るのを、まあ、ボンバでちょっかいかけてあげて、綺麗にカウンターが来るよと。怖ー、これ。これやべえか？ダガーがでもあるんで、一回これステイできるかな。うっ、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 おい、強っ。え、今の言うのを抑えられるのやばいな。おう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 おおおお。強い。まあ、こういうのがあるからみんなダガーなんだろうな。いい部分だけ見てる。ダガーガールの悪い部分はね、目をそらして、いい部分だけをね、切り取れば超強い。さあこれ、え、マジでキョスケでちょっかいかけて相手にね、ゴブジェイ使わしてからのゴブジェイじゃね、ペッカか。でもこれだけで相手視点きつくね。ペッカ使いたいんじゃね。やなめ、やべ。お、さあペッカを我慢できる。おー、いや、うまっ。なんだその受け。完璧やん、お手本やん。いや、ここで、なんと、ケツゴブジャイしちゃうっていう。危ねえか。危ねえかな。いや、大丈夫でしょ。ボーラーとさ、うちにはボンがいるね。ここで溶かす。一発一発やばい、一発一発欲しかった。で、ボーラーがある。どっち組んだろうな。え、美味しくね？すごくね？なんかペッカを圧倒してんだけど、そんなことあんのか。全然負ける気配がないというか、負ける気しないよなこの流れで。さあライトニング削りしちゃって、このリトプリでペッカは溶かせるし、逆彩はね。え、これさあ、うまいな。ちょっと焦っちゃったかな俺。守れるよ、ここを許容することによってね。ピンチは訪れない。ボーリー、ザップもある。いやー、ボーラーいいな。なんか怖いな、そのペッカ。ミリ残り、どうせやなめがある。まあガボ今回いないようなもんなんでね。で、こういうのも許容しちゃおうかな。ゴーストね、ダガーガール強いから。で、どう考えてもザップで手札回しした方がいいね、これ。どう考えても。いや、進化ボンって削れる気がすんだよな。削らしてくんねえかな。許してちょんまげ、熱っ。え？マジで勝てそうではある。勝てそうな時ほど一番負けるんだよな、クラロワって。勝てそうな時はね、ピンチなんですよ。やべ、え、やべ、これやべか。え、俺初めて進化工場に負ける。あ、ついよ。ああダメだ。ああ進化、あ、なるほどね、それが進化工場か。え、俺負けたんだ今。チャーチでやばすぎるか。いや、さすがにペッカに相手にケツゴブじゃない。いや、アホすぎたか。やべえな。最悪だ。いや、気抜いた時ほど負けるんだね、クラロワってね。お手本です、その良くない例をみんなにまずは教えてあげる。痛すぎ、痛すぎではある。
まあ、ここからちょっと反省して、はい、勝ちに行こうかなと思います。冷静にね冷静に寝れば絶対勝てるはず。これもあってもライトニング打てばいいもんな。いや打たないか。これで結局もう1枚出てくるから、それをしっかりボーラーでさ回収してからの端前ゴブジャイプラスの進化ボン。いやー絶対これっすね。からのライトニングまであります。まあボンバー追加かザップつかライトニングつかは適当に。まあボーラーが結構頑張れないかな。おデリバリーね。なるほど。さあこうなるとまたちょっと話変わっちゃうな守れるかな相手に。まあ進化オールブレイカーなのかなこれ。ボンバーもいたっすね。いやーうまいな、もうボンバーの角度が。まあこれキョスケの爆破で結構散ると思うんでコスト使わなくていいね。まあドリル来たら一応ウォールブレイカーも警戒したい。当たれ。やべえすら当たんねえの。まあ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 。やばい雰囲気をね出すのも大事。これであなたは油断します。 FYPC。低めかな。すごいね。結構熱いんじゃね。さすがにテスラいい。いやーでも強いな。硬いな。えブラスターめっちゃ強くねブラスターってそんな強かったっけ。嘘やん。おいおいおい。いや。ブラスター、よろしくないな。非常に。いや、美味しいこれ。デリバリーあるんで。え?やばいそれ。まあ、ゆっくりいっか。いや、このボーラーが入ってんのに価値がある。でかい。これさデリーからのガゴが強い。ここのガゴさ結構暴れれるんじゃね。マジであるよ。しかもキョスケのさ爆破で言うの飛ぶデリバリー咲いてる。マジで終わらせる時はここしかない。ザップで早めにしばいて。いい来た。うーいさあ危ねえ。マジで怖えないやブラスターブラスターか。ブラスターなのかな。だいぶむずいんだよな。その一番難しいタワーはってなった時に。まあなんだかんだだが、なんだかんだだがだと思うんですけど。だがなのっていうシーンも結構あるじゃないですか。やべ。どうなんでしょうね、本当に。ベネズエラ代表選手団ね。めっちゃ強そうやん。その辺の野良としてベネズエラ代表に挑む。ザップったらワンチャンあったかな。さあテスラボンね。まあほんと最近はゴブリンドリルいっぱい飛ばす時代になったんでね。飛ばせばなんとかなるわっつ。さあこれテスラが壊れてくれればリトプレとか来ねえかな。おお。さあいっぱいね生えてくるね。さリトプリがいい良すぎる。リセットくる。まあ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 ゴブリンドリルね。ここ進化ボンバーか。テスラ生える。テスラマジで強えよな。おえ危ね。
さ出た、マジでね、このナイトボンバードリルみたいな、いっちゃ流行ってる今。また動画撮ろう、このなんだろうめっちゃ回転早いんだよな。1コス2枚でナイトボンバーテスラトレーナーポイズみたいな、めちゃんくいます。さすがにこれはボーラーで、いやボーラー強いぽいね、ぽい。テスラを2秒で飛ばしたいな。進化テスラか、いや進化しないテスラは2秒で飛ばす。ボンバーにも当たってほしかったな。さあポイズン使わせる。これボーラーがね入れば熱い。いやいい、それだけで結構削れるんでね。でポイズン防衛で使ってくれるとさ、後ろからリトプリも出せるし、おー、まあこれ別にボンでいいんじゃね。気持ち程度にねボーラーも警戒したいな。いやーいい、うわうまいねそれ。テスラでもボンバーが右からテスラ射抜いたりできないか、そんな器用じゃないよね。お怖いな、これは。一応トルネとかもあったりします、相手はね。いやでもこの2段、よしよしよし、え、まあわかんねえけど一旦キョスケボーラーとか組んどきゃ相手は嫌だろっていう考え、どうですか。そんなこともないですか、もしかして。そんなこともなさそうですね。うん、シップくん、おお、ちょっといい。いやーこれね、一回冷静な男はね、ケツからいっちゃう、どうでしょう。ケツからいってこのナイトもちょっと美味しいもんね。さあお願い、キョスケ早く進んで、早く進んでよ。まあライト打つけど絶対この前後が逆なんだよな。あ取れね、いやー結構入ってくんねえかな。おおお、ワンチャン届くんじゃね。さあスケ使う、負け筋は何だろうね。まあボンバードリームか結局。おさあ来る。でもこうなるとユニットめっちゃいるけど大丈夫そうなんだベネズエラ代表として頑張ってそれを守らないといけないけど、いや守れるな、うまいな。いやキョスケが、さあ骨替えの方は届いちゃいますよと。危ねえマジで、あ怖いんですよね。まあさすがにドリルは強すぎるんで次は下方確定クラスだと思いますけどね。来ないのがおかしいかな、緊急下方。運営のミスみたいなとこあるリワークっつって鬼強化。さあドリル本当にあんたたちしかいねえよもう。え出たナイト型、マジでそれしかおらん、グロいわ。嘘って言ってくれよ。おお、まあまあまあ、ガゴだけつけてポイズン打って、いやーこれねリトプリーいらなかったか、やべえかな。ダガーがサボると結構熱いかなと思ったんですけど、いやー良すぎる進化もんか。まあまあまあ、うん、2発、いやいいでしょうマジこのマッチアップばっかりになっちゃう。ゴブリンドリルもいろんなドリルがあるはずなんですけどね、こればっかだ。ナイト型、さあここね、ケツキョスケちょっと怖いな正直。
進化ボンが来ると、まあここの位置のボーラー強いか。よし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 、ワンチャン抜かれるけど、てかまあ進化ボンバーを延命する用のナイトが多分強いんですよね。そのためのナイトなんだよな。いやでもこれ強っ、え強すぎる。しかもこのガコ相手ポイズン打たなきゃ突破できねえから結構美味しいか。さあ京介出して頑張れ。だがあんた寝てる。いやこれ進化ボンです、一応一応ね。いやー良すぎるか。まあ棒ポイ来るかな。うわーテスラの位置がよろしすぎることで、でもここのユニット追加結構きついぞ。なぜならダガーガールだから。しかも結構逆サイめにユニット割いてたんで、え絶対終わったやん。さあ進化ザップも添えてあげて、いやしかもたまたまボンバーも出てきて絶&棒ではある。いやーマジ神相性だな。さあ流行りのドリルを仕分けるキョスケゴブジェです。というわけで俺のね、大好きなゴブジェがちょっと帰ってきましたんで、皆さんもぜひねやってみてください。ではお疲れ様でした。